元宮町は和歌山県南部にあった町、東室郡に属した。2005年5月1日の市町村合併で、田辺市など4市町村と合併し、新市政の田辺市の一部となった。熊野本宮大社の新名町として、古代からの歴史を持つ主言道や根源信仰の故地である。現在では林業と観光を主産業とする。 人口は2000年の国勢調査時に3869人、面積は204.06平方キロメートル。熊野本宮をはじめ、熊野三景堂、熊野九十九王寺跡などは、ユネスコの世界遺産、紀伊産地の霊場と三景堂の登録物件である。奈良県と塚川村と接する県境の町でもあり、古来より、大和国や伊勢国より、 熊野本宮に至る参拝路の終点でもあった。紀伊半島の山中、紀伊山地の標高を250メートル台より上に位置する。集落は250メートルから350メートル台に多い。北を果てなし山脈、南を大道山系と2つの1000メートル級の山脈に囲まれ、寒暖の差が激しい。熊野川が町の北東部から南東部を流れ、 随所に滝を作る。琴湯の峰温泉、熊野川支流の大東川河原の河湯温泉、そして渡瀬温泉が存在し、熊野本宮温泉郷として国民保養温泉地に指定されている。町内最高点は標高1122メートルの大東山、町の南西部、大東村との境にあたる。本宮は熊野本宮大社に奉仕し,し、 また、三景者に宿を提供する新名町として発達した。元宮町の中心集落である本宮の名も、熊野本宮大社に由来する。熊野本宮は、主人天皇の頃成立したと、熊野年代記には伝えるが、年代の確かな最初の記事は766年のものである。当時、本宮は、熊野川、音無川、岩田川の合流する中州にあった。 最初は、紀の国の地方の神社という扱いであったが、第五天皇の頃から、朝廷の尊崇を受け始め、799年の歌法王の行行や演儀式への記載など、次第に重い扱いを受けるようになる。代々の朝廷の尊崇を集めたことにより、本宮の町も、また大社や、それを囲む、数々の社と共に発展していった。 熊野には本宮へ参る途上に九十九王子と呼ばれる神社群があり、参景者が道中の無事と順配の上就を記念した。それらの内本宮町内には、参景者が信仰の志を新たにしたと伝えられる、発新門王子、元宮大社旧社地を演望する、福杯、王子などがある。陰性期には、熊野への皇族をはじめとする騎神の参拝が頻繁に行われ、 これを熊野みゆきと呼ぶ。平安中期から熊野三山は車窓である熊野別当が管轄するところとなった。伝承によると、初代別当は高齢天皇の時置かれたとあるがこれは疑わしい。聖史では1090年白川上皇が行幸の折、熊野別当町、海の上に県業を置いたとあるが、熊野別当の初見は1000年でそこに熊野別当として、 造工という名の層が登場している。京に住んだ熊野散山剣業に対して、熊野別当は本宮に住み散々を管轄した。本宮は熊野みゆきの要であり、鬼神によって社殿は拡充され、本宮もまた繁栄した。しかし、上級の乱での上皇方の敗北、上皇方に組みした熊野別当家の衰退のために、熊野への行行行は1281年の、 亀山上皇の行幸を最後として終わり、以後、三景者の中心は、東国の武士と有力農民に移ることになった。熊野信仰の流星には、本宮が阿弥陀如来と結びつけられたことも大きい。平安中期から鎌倉期にかけての阿弥陀信仰は、熊野への数形とも結びついた。この熊野信仰から、熊野聖子に気象文を書く習慣が生まれ、熊野聖子は、 熊野本宮の重要な収入源となっていく。熊野本宮は、貴族だけでなく武士の信仰も集めたのである。また、伊勢神宮を諸人が参拝するようになると、伊勢と熊野を合わせて参拝することも行われた。だが、室町時代後期には、悲観の堀内氏に押され、その勢力は衰えた。その堀内氏も、関ヶ原の合戦で西軍についたため、領地を没収された。 朝の長政が、紀州和歌山に封じられると、本宮はその領地に入った。長政は、元宮大社に、車両宣告を寄進し、後に、紀州に入った、紀州徳川家もこれを踏襲した。紀州藩領,領となってからは、現在の元宮町は、領主直轄領と、加労水野市の領する新宮藩領に分割され、1871年廃藩地県に、至った。 廃藩置県により、本藩領は、和歌山県、新宮領は、新宮県となり、同年11月、田辺県を加えて、和歌山県として合同した。1889年に、熊野川に洪水があり、熊野本宮大社も、大きな被害を受けたため、1キロメートルほど離れた、現在の場所へ移転した。1890年市長制施行により、三里村、元宮村、与村、 受川村、敷屋村が置かれた。1956年9月30日、これらは本宮町として合併した。いわゆる田辺市を中心とする合併協議会が設置されると、これに合流し、1年半の合併協議の末、田辺市、龍神村、中辺町、大東村、元宮町が、それぞれの自治体を廃止して新たに一市を新設する。 対等合併を行うことに合意した。2005年5月1日に、元宮町を含む関係市町村が廃止され、田辺市が新設された。周辺自治体は、和歌山県中辺市町、大東村、小沢川町、熊野川町、奈良県戸津川村。1960年11月26日に、新宮市保家と新宮周辺広域市町村県事務組合を設置。 広域市町村計画の策定、連絡調整、地方卸売市場の運営を行っている。2002年7月23日に、田辺広域合併協議会が発足すると、元宮町は参加の希望を直ちに表明した。10月21日より、田辺広域合併協議会に加わり、約1年半の合併協議の末、田辺市、竜神村、中辺市町、大東村、 元宮町が地方自治体法第7条第1項による配置文号を行い、それぞれの自治体を廃止して新たに一市を新設する対等合併を行うことに合意した。2004年6月19日に合併協定書を調印、これを受け6月29日本宮町議会は関連議案を議決し、7月1日間警視庁村長により合併が県知事に申請され、10月には 官報工事された。2005年5月1日に、元宮町を含む関係市町村は廃止され、田辺市が新設された。交通の不便な山間部にあり、過疎化と若年人口の流出による高齢化が進んでいる。2000年の国勢調査では、総人口3869人中、男性1808人、女性2061人。 世帯数は1725世帯である。うち生産年齢人口1907人、老齢人口1444人。近隣自治体との比較でも優位に老齢人口の比率が高いとの指摘がある。1995年の国勢調査では人口4123人であり、人口、世帯数ともに減少している。観光業、林業、農業が主な産業である。 1998年の町民所得は71億3400万円、うちサービス業19億780百万、林業5億7200万円、農業1億300万円。2000年の統計によれば、農業従事世帯のうち41.6%が販売を行う。高知のうち水田が70%を占める。町面積の91.6%、 18,698ヘクタールが森林であり、林業従事世帯は町の15.8%を占める。しかし、国内林業の不振もあり、近年は熊野本宮大社と豊かな森林資源と温泉を軸に観光開発に力を入れている。年60万人の観光客が訪れる。1990年代後半から積極的に、 ユネスコの世界遺産への登録のため運動を行い、紀伊産地の霊場と産経堂として登録された。また林野町の緑の雇用事業に参加し、林業事業者の新規確保にも取り組んでいる。合併直前の本宮町には小学校4校、中学校2校があった。熊野本宮大社とそれに関わる文化財や史跡が多く、紀伊産地の霊場と産経堂として、 ユネスコの世界遺産に登録されている。国の文化財等への指定、登録は遅く、本宮の教塚から、江戸時代後期に出土した教筒を除けば、近年指定されたものが多い。他、昭和初期に弓の根下の自生地が、天然記念物の指定を受けている。また本宮町大瀬には太鼓踊りが伝わり、国向け民族文化財に選択されている。重要文化財。 出跡天然記念物国選択無形民族文化財、出土異物鉄道は町内にはなく、道路交通に頼っている。遠距離公共交通機関としては、JR 西日本規制本線北鍋駅及び、新宮駅、近畿日本鉄道山と八木駅からそれぞれバスがある。国道168号及び、国道311号が通じており、町内に、両道路の交差点がある。 国道168号は南北方面へ乗りろであり、熊野川町を経て南の新宮市、戸塚川村を経て北の大和高田市、平方市へとつながる。国道311号は東の三重県尾鷲市から出て熊野川町から元宮町に入る。西は中辺町を経て大東村、上富田町へ通じる。百十一号の本宮町より東側は かつての熊野参拝路の内伊勢路にほぼ当たり、西側は中辺地にあたる。西に位置する田辺市に達するには中辺地町を経由するのが普通である。他、大東村との間には安川大東川林道がある。町の南西部宮所ので、工作放棄された水田が不け田と呼ばれる湿地帯に展示、水生生物に富むことで1950年代より注目された。 1990年代に生活排水の排除や、見学路の整備事業が行われたが、かえってこれにより、湿地と水路が分離され、不家電に、特有な水の行き来が阻害され、湿地の縮小が、進み以前の豊富な生物症が失われたと批判する、声もある。統計資料、ありがとうございます。